どうも赤星せよ赤星マシマシ TV、はい、お願いします、うん、ラーメン高の目大宮店さんですね、うん、埼玉市大宮区ということで、あ、一応連続してまた埼玉市ですよ。あ、なるほどねえ、あ、ボンズさんから、はい、レンちゃんです。ということで、うん、もう完全に大宮駅ですね、うん、はいはい、まあ、大宮東大宮とか、うん、なんとか大宮ありますけど、うん、西大宮が完全大宮です、うん、はい、で、うん、東口の少し入り組んだね、うん、細道の中にあるんですね、うん、劇場もあるドンキホーテ、はい、あるじゃないですか、ラクーンですね、はい、そのすぐ横の細道のどこだ、はい、探してください。看板目立つんでね、看板は、はい、あ、近くに行かないと本当に分かんないです。あ、なるほど、はい、ということで現在は、うん、ラーメンか味玉ラーメンか混ぜそば、うん、という感じでして、他に豚増しのトッピングの数めっちゃあります、うん、はい、お持ち帰り豚もあります。半分からしかもトッピングで、ね、トッピングです、はい、なんすか、うん、なんと今回辛いもんが食べたくなったんですね。あら、珍しく限定の辛いラーメン、うん、選択肢、おっとっとっと、赤 赤いですね、コールはね、野菜、油、ニンニクはマシマシと、しびれ、ね、そこから辛口みたいですが、デフォルトの豚は2枚、うん、豚増しするとこう1枚ゴロンと入ってます、うん、まあ、2枚しか見れないですけども、はいはい、裏にありますので、ね、はい、そしてですね、こちらのコールの方法がね、うん、ちょっと違います、うん、限定の時はこの七味としびれが追加されていて、うん、辛い混ぜそばの場合はね、うん、ガリマヨなんかも超えています。なるほど、はい、という感じです。で、七味がね、このように野菜の一番上に乗り、うん、しびれというか花山椒、うん、花山椒ではございません。花山椒、ね、花山椒です。香るみたいです、ね、香る、あ、まあ匂いは香りますけども、はい、はい、ということで、あ、もうダクダクじゃないの、あらららら、二重になってから、ね、まず豚さんはホロホロですが、うん、食感はギュチメという、まあ、赤身多めなのに柔らかいという、うん、感じですね。あ、一応これでね、うん、僕は鷹の目さん今全店制覇しました。なるほど、はい、ですがどの店舗でも、うん、レベルの高い豚なのがすごいなという、うん、ことですね。こうやってスープに浸してね、今回は辛豚に、うん、もういいでしょう、これはうまい。あ、さらにですよ、うん、胡椒もかけ、うん、もうエスカレートさせていきます、うん、即興でエスカレートさせていきます、これ、うん、ね、即興です、屈強に、即興で屈強にさせていきます、はい、はい、あ、さらになんかしないけど、インフンなんですね、インフンを振りました、はい、トッピングしているものがね、うん、さらにしびれも唐揚げもつける、なるほど、とてつもない刺激豚を作って序盤を攻略していくですね。あ、そして七味油野菜ですね、まあ、こっち側から見るとデフォルト野菜に見えますが、うん、頂上にね、うん、バーってかかるんで、うん、これ安全地帯ありません、うん、今回は全く全て辛くなっちゃう、辛くなっちゃう、全部辛いです、はい、とはいえですね、この野菜をね、うん、上からすればこうめちゃくちゃ浸して、うん、序盤食べ進めが今回食べたいなと思った、なるほどね、理由なんですね、うん、どんどん食べ進めていきますが、スープ見ていきます、うん、おー、濃いねー、こりゃ赤いですよ、ね、飲み口ですがただただ辛いというだけじゃない、うん、やっぱ二郎系のね、あの豚の旨味が溶けてるから、うん、こってりホットなんですね。なるほど、はい、この深みのある、まあ、うまさ、うん、これがうまいということなんです、うん、ね、喋り方が今変になっちゃいましたけど、途切れ途切れになっちゃいました、まだ舌がしびれてるのか、いまだに4日経ってますが、この日ね、他の人たちも頼んでましたが、うん、5を選んでましたね。5からとか辛さは10までいけます。なるほど、僕は6です。ここ1システムですね。あ、なんか、はい、はい、でも6も十分辛いですが、うん、さらにこの辛いやつは僕は400にしてます、ね、うん、大盛りで食べてますが、ちょっとここでね、うん、ゆっくりこの麺見てください、はい、赤さがね、こうまぶされてるんですね、麺にね、まあ、七味とかも入ってますから、うん、おいしい、おいしい、まあ、普段僕は辛いものを進んでは食べませんが、うん、これこそたまにね、こうやって食べますと、うん、最初ガーって辛いものを含んでるんで、うん、麺の小麦が甘く感じるんですね。なるほどね、ね、うん、これがとっても美味しかったです。引き立ってます、そういう相乗効果もあるんです、うん、まあ、こんだけ麺が強いと、うん、スープがめっちゃ辛くてもやっぱ負けませんですね、うんうん、はい、ですが、うん、
やっぱすするたびにちょっと痛いような、まあ辛さがそうですからね。そうですね、6までいくともう本当に刺激がすごいっていうのは検証できました。なるほど、はい、汗もダクダクです、ね、いやダクってますが、そんな時はこのチーズを今回トッピングしてるんです。素晴らしい、はい。僕はチーズタッカルビというのを2度食べたことがありますが、少ないな少ないですか。チーズ、わかんないけど、タッカルビね、食べ放題2回行ったことあります。そんな珍しいもんでもなかろうに、結構ね、やっぱチーズと辛さ、これは合いますね。知ってます、野菜を今回マシマシにしたから野菜チーズになったけど、麺チーズにしても絶対美味しいでしょ。そうね。あ、じゃあニンニクよ、果たして刺激の渦と化した口の中どう響くのか全然わかりませんなるほど、はい、辛さはね、もうね、そう、もうカプサイシン側の方が強すぎて、ちょっと、はい、ただ、このニンニクの辛さがやっぱ別の辛さなんで、はいはい、少しインターバルになったかなと。あ、ニンニクがもうニンニクで休憩できるような、そんなことまでなっちゃうか、はい、なります。しかも辛いものとニンニクの相性、ウルトラうまいですね。水で柔らげておりますが、そしていや、わかるか、また違う辛さ、バン1かもしれない。分かってないのよ、もうこれこれね、よくわかんない。やっぱね、しょっぱさ感じる部分はもう絶滅してます。まあ、そりゃそうですよ、この時点で、はい、やだ、塩気の方の辛さで、これもやっぱ休憩所みたいな感じになりましたね。醤油が、醤油が、はい、もうあの芯の方の辛さですね。見てください、いやー辛いねー、ね、これなんか辛いのを移すと見せかけて食べるの少しサボってる瞬間です。あ、そうなんですねはい、少し休んだ麺ですが、ただね、まあ麺すする分にはまだまだ余裕あるということで、僕は6から楽勝なのかな、と、はい、思ったらもう、このまま辛いよねあの天地返しをしたお野菜がめちゃくちゃ吸収したんですね、最後に。ダイエットもいっぱい吸ったんだ。本当にこれは予想外でしたわ。あのお酢がもう効かない効かない、ね、あの今回は救世主としても、ね、もう役に立たない救世主ですね。もう一口行くまでのめっちゃ時間使うみたいな。あの、ちくちく食べるのは何からそうなの。あ、もう飲んでね、あのもう少し水もいきますが、もっと柔らかければね、スーラータンメンみたいな美味しさもあったのかな。はい、はい、なので本当に辛いのが好きな方は10もぜひ、ね、選択。あ、急に顔をする、ね、もっと低い辛さ選べばね。あ、選べ全然選べますよ、ね、ピリ辛程度になりますからね。ということで、あ、辛め度を99にしたので、あ、辛めが辛めなんだ、辛め度になりました。はい、91.3 ということですね。さあ、そんな口の中が暴れた後はですね、暴れ猫たち、あ、猫もさ、洗濯物え洗濯物生活出すぎだっていや、この位置にこう置いとくと暖房がこう当たるから乾きやすいということね。生活がまあ、ということで鷹の根さんはね、これでバーッと全部行かせていただいたんですが、限定麺というのはね、各店舗でこのメニューをこうローテーションする可能性があります。大宮で鷹の根に行ってる人にとっては、蒲田まで行かなくても、あの時やった限定麺をまた大宮で食べれるみたいなことが配慮されていると。ということでですね、はい、大宮の鷹の根さんデフォルトまで食べてね、なるほど、ね、ちょろっとやっちゃうかもしれない、あ、ごちそうさまでした。